メガバンク、メガバンクとは、巨大な収益規模や資産を有する銀行、銀行グループ、あるいは1兆ドル以上の総資産を持つ銀行グループのことである。統合、合併で誕生した巨大銀行を指す場合もある。世界でも金融機関の統合再編は進み、各国を代表する大手銀行が少数に絞られつつある。 ただ、メガバンクという故障はほとんど使われない。古いものは、近代から国際金融市場を通して、国際引き受け等の金融仲介を担ってきた。日本ではバブル景気が崩壊した1990年代以降、日本の銀行、法銀はいずれも過剰融資による不良債権で急速に体力を失っていった。また同時に、総会屋に対する利益共有事件が、 明らかになったり、その不透明な融資体制、誤相戦断方式により喪失した国際競争力などもあり、こうした問題の解決に迫られた。これらの諸問題の包括的な是正のため1996年、第二次橋本内閣はその政策の柱に、金融制度改革いわゆる金融ビッグバンを提唱。1998年には独占禁止法が、 改正され持ち株会社の設立が可能になり、統合のための制度的環境が整備された。一方で1997年には、北海道拓殖銀行と山市証券が、翌1998年には、日本長期信用銀行と日本債券信用銀行が破綻し、社会からの金融に対する信頼は大きく低下。銀行が潰れるという事態が、現実のものとなり、 その他の大手銀行にも経営不安が囁かれるようになる。こうした危機感の中、銀行の統合による規模の経済性、多角化による経済性、コスト削減効果等により見込まれる経営改善効果を期待した法銀は、1999年以降、流れを打って再編へ走り出す。こうして1970年代から1980年代に、都銀13行、 大手二重業と呼ばれた各校は、段階的な合併劇を繰り返した末、2006年には、四大銀行、三菱東京 UFJ 銀行、三井住友銀行、水穂銀行、リソな銀行、三大メガバンク、三菱 UFJ フィナンシャルグループ、三井住友フィナンシャルグループ、水穂フィナンシャルグループ体制に落ち着いた。企業の株式持ち合いなど、日本独自の観光をとっており、 三メガバンクは2015年6月時点で株を合計6兆5000億円、取得原価ベースも保有していたが、アベノミクスの成長戦略の中の企業統治強化に伴い、金融庁から持ち合い株売却の規制を受けている。前身の一つ、三菱東京フィナンシャルグループは、1996年に東京銀行と三菱銀行の合併によって生まれた。 東京三菱銀行を中核としたグループである。三菱銀行時代から官僚的な興奮とされ効率性には乏しい反面、堅実な財務体質で知られ、安定性が何より重視された、金融不安の時期には最有料都銀と目された。他行の金融持ち株会社による多角化に触発され、2001年、系列の三菱信託銀行、日本信託銀行と共に、 三菱東京を設立した。一方もう一つの前身、UFJ ホールディングスは、UFJ 銀行を中核としたグループである。元は、東海銀行と、朝日銀行の合併が構想されていたのだが、ここに、上位都銀では、再編で遅れ組だった、三和校が参加。当初東海、朝日が、地域密着型で、リテール中心の事業モデルを施行していたのに対し、三和は、 コーポレートファイナンスや海外業務も総合的に手掛けるマネーセンターバンクを目す。こうした意見の相違や埼玉銀行を前進とする朝日が大阪地盤の3話に主導権を取られることを嫌ったこともあり、最終的に朝日は計画から離脱。三和系列の東洋新宅銀行を交え、2001年 UFJ を旗揚げした。しかしながら積極的な体質の3話が バブル期に気づいた不良債権は大きく、特に大英に対する融資に関しては、UFJ 成立後一兆円長となってしまう。さらには、合併相手である、東海銀行陣営を礼遇したことによる紛争が、勃発、他のメガバンクが、経営改善を進める中、紛争が響き遅れを取ってしまい、積極的な資本増強策を行っていなかったためか、取りされた状態となる。 不良債権解消は言ってはいたが、金融庁から業務改善命令を出されるなど選択肢が制限されていた上、現金資産が上昇したわけでもなかった。さらには2003年には金融庁検査における不良債権隠しが発覚し、かねてから旧王倉省に対して強みを持っていた当時の副頭取であった岡崎により、議事録改ざんなどの挑発行動に出た結果、 東海陣営からの内部告発による全容発覚を含め金融庁の激林に触れてしまった UFJ 銀行金融庁との対立と特別検査も参照。結果 UFJ に対する風当たりは厳しくなり、不良債権の引き当てなどで4、0円の赤字を抱え込むことになってしまったため、参家の UFJ 信託銀行を住友信託銀行に売却すると発表。 それでもなお解決は見込めず、三菱東京に救済合併される形となった。UFJ の救済役には、後から、三井住友フィナンシャルグループも名乗りを上げたが、競り負けた。この結果、総資産で、世界最大の三菱 UFJ 銀行、MUFG バンクを中核とする、三菱 UFJ が誕生した。旧東京三菱、UFJ がそれぞれ首都圏。 東海県、近畿県を地盤とした三大都市圏をカバーする一、三和が得意としていた海外業務にも力を持ち、全体的なバランスは非常に優れている。反面、興風も地盤も全く異なる。銀行同士の寄り合い状態ともいえ、これらがどのように融和されるかが課題である。また、三家の三菱 UFJ 証券の投資銀行部門の強化も課題である。現在、 三菱 UFJ 銀行、三菱 UFJ 信託銀行、三菱 UFJ 証券ホールディングス、三菱 UFJ リース、三菱 UFJ ニコスなど主要5社が中核となり世界屈指の総合金融グループを目指している。2002年発足。2001年の住友銀行と桜銀行の合併による三井住友銀行 SMBC を中核としたグループ。 桜銀行は1990年、三井銀行と太陽神戸銀行、太陽銀行と神戸銀行が1973年に合併が合併し、太陽神戸三井銀行として誕生、1992年に改名したもの。三井銀行は三井グループの中核だったが、戦後間もない帝国銀行の再分割で他の在閥系銀行に比べて規模が小さく、 三井グループの金庫番としての機能を十分果たせなかった。そこで、業用拡大のため、注意業ながら多くの店舗を持っていた太陽神戸銀行と合併した。当初は合併効果が期待されたが、合併直後のバブル崩壊に加え、太陽神戸銀行時代から続く旧行出身者間の対立に、三井銀行が加わったことによって非効率な経営が取られ、 実力はほとんど発揮されなかった。1997年の金融危機では、経営危機が囁かれ、巨額の公的資金注入を受けたほか、トヨタ自動車や三井グループ各社などへ増資を要請する事態にまで陥った。製造業が一社単独で銀行支援に動くというのは異例の事態であった。こうして、桜銀行は当面の危機を脱したが、これを機に、 旧密院が経営の主導権を握るようになった。一方、住友銀行は長らく、住友グループの中核で、先進的、効率的経営の一方、取引先企業の経営が傾き始めると容赦なく、融資を引き上げるので、逃げの住友と批判され、経済史の顧客イメージランキングでは、常に多行の後塵を拝していた、この体質が災いした出来事として、 1950年にトヨタ自動車への融資参加業で唯一融資を打ち切って貸し剥がしを行った出来がある。これが原因で桜銀行との合併まで長らくトヨタはじめ名古屋財界から不況を買うことになった。住友銀行終戦と財閥解体大阪銀行を参照。その利益第一主義の体質ゆえバブル期の積極融資によって バブル崩壊で膨大な不良債権を生み出すことになり、さらに暴力団、総会や絡みの不正融資である、糸満事件、光新事件の一つ、ジャノメミシン強括事件等の不祥事が続発し、もはや住銀単独では処理が不可能であった。そこで、桜銀行との合併を決断する。2002年、持ち株会社 SMFG を設立。この背景は、 財務状況の改善がある。続いて2003年、第二地方銀行の若塩銀行を、存続会社として合併し、三井住友銀行に解消。これは、有価証券の含み損を解消するためであった。三大メガバンクの中では最も営業経費が少ない、ため、利益率、収益力の高い銀行である。カードローン、インターネットバンキング。 各種リスク性商品販売など、リテールコンサルティング戦に強みがある。米シティグループ参加の日光コーディアル証券を参加に収めるなど、アライアンスの強化で、法人、個人両面で営業力の強化を目指している。かつては参加に信託銀行を持たなかった点など、グループの総合力で遅れをとっており、米国金融持株会社、FHC の資格取得、 ニューヨーク証券取引所への上場を含め、総合力の強化が課題であるが、ニューヨーク証券取引所へは2011年11月1日付で上場。これに伴い FHC に関しても、規制厳格化後に取得できることから、規制上のフリーハンドマージンは期待できる。今後の課題としては、従来サポートが弱いとされていたリテール業務への強化に関し、 日光港にある証券を買収し発足した SMBG 日光証券がサポートできるかが課題となる。三大メガバンクの中では唯一全国銀行協会の持ち株会社会員に加盟していない。水穂銀行を中核とするグループ。第一官業銀行、富士銀行、日本工業銀行を前身とする。第一官業銀行は1971年。 第一銀行と日本官僚銀行の合併で誕生した。当時日本最大の総資産を誇った富士銀行を抜き、規模では都銀主位となったが、旧第一派と旧官銀派の融和は進まなかった。対等合併を気にするあまり、非効率的な人事や経営方針が取られ、その体力は規模ほどには強くなかった。1997年には野村証券と共に、 総会屋への利益供与で本店が家宅捜索を受け、社会的イメージは決定的に悪化してしまった。富士銀行は安田財閥の中心であった安田銀行が戦後の解体で解明したもの。長らく都銀の名門であったが、1970年代から地盤沈下が始まる。営業を積極的に推し進める住友銀行に対抗し FS 戦争。 富士住友戦争王とも言うと呼ばれる、熾烈な貸し出し競争に走ったが、最終的にはほぼ敗北。その上、これが、バブル期に重なり、多額の不良再建ばかりが残る結果となった。加えて、同時期、親密だった山市証券が破綻、系列の安田信託銀行も経営が不安定となる。安田信託を子会社化し、 再建を図るが、富士独力では限界があり、第一勧銀傘下の第一勧業を託銀行と、富士傘下の富士信託銀行が合併。これに、安田信託銀行の業務の一部を譲渡した。ここで、第一勧銀と富士に関係が生まれ、水穂グループ誕生の契機となる。1999年、この二行に日本工業銀行が加わり、 水保フィナンシャルグループの設立が発表された。公銀は長期信用銀行のオスとして名を馳せ、バブル期には日本企業の時価総額で第一位、すなわち前回で時価総額第一位の座にあった。しかし、その重厚長大産業を主要顧客とした長期融資の時代はもはや終わりを告げ、野村証券との提携で投資銀行への転換を図るが、 同じく超新銀の日本長期信用銀行、超銀、日本再建信用銀行、日債銀は、すでに破綻。予断を許さない状況の中、政府金融当局の意向も働いたとされ、第一関銀、富士に身を委ねる形となった。参加業に注入された公的資金は3兆円近くに達し、2002年の水穂銀行発足直後に ATM 障害が発生。 総会や事件を引きずる、顧客情報流出など、当初のイメージはかんばしくなかった。理想な UFJ と共に国有化が噂され、取引企業を引き受け先とする一兆円の巨額増資を行い、2002年から2003年に掛け冬の時代であった。しかし結果的に増資は功を奏し、その後見事に V 字回復を遂げる。株価は底根から18倍近く上昇し、 2006年には公的資金を換算、財務は三菱 UFJ 以上の有料体質となった。しかし、2008年以降の世界的な金融危機の中で投資銀行部門の損失が拡大、メガバンクの中で中核的自己資本比率の引き上げを求める新 BIS 規制への対応が最も遅れているなど、経営基盤が盤弱とは言い難い。また、商業銀行部門だけでなく、 証券業務、新しい水保証券、水保インベスターズ証券でも、融合が進まず効率性の点にも課題があり、2013年、初頭に証券部門を統一、水保証券、水保インベスターズ証券の合併により一層の強化を図っている。当初一部上場企業の7割と取引を持っており、急行銀のノウハウを生かした、コーポレートファイナンスに強みを持つ。一方、 リテールの収益性が依然として低いのが課題である。また2011年には東日本大震災の募金が原因で再びシステム障害を発生させ、信頼が再度低下。信頼回復も課題となり、2013年7月に水保コーポレート銀行と合併、中核は水保銀行に一本化された。2019年には統合以来、 悲願であった新システムへの移行完了に成功した。三大メガバンクのほか大手金融グループとしては、2002年に発足したリソナ銀行と埼玉リソナ銀行を、収穫とするリソナホールディングスがある。他行と合併なく、自主独王を貫いてきた、新宅閉営業である、大和銀行と、朝日銀行、共和銀行と埼玉銀行が1991年に、 合併が前進である。UFJ 銀行がメガバンク総資産第4位として東京三菱、リソナの中間に位置した頃はリソナも含め5大メガバンクと称されることもあったが UFJ が東京三菱と統合しリソナと第3位の三井住友との間の開きが大きくなってからはメガバンクとしては扱われることは少なくなった。 三代目がバンクが2006年度に公的資金を換剤、あるいは換剤を計画する中、リソナは2兆円、近い公的資金の返済で遅れを取り、2015年6月に換剤した。窓口営業を17時まで取り扱うサービスの提供、新宅閉営業ならではの企業年金の受託や不動産関連のビジネス。 新託スキームを使った相続コンサルティングなど多項にはない独自のサービスも、あ、着目されている。自らも、メガバンクグループに次ぐ日本で第4位の金融グループ、と紹介しており、自身をメガバンクとは位置づけていない。日本長期信用銀行が破綻後再建した、新生銀行は、規模が小さく、メガバンクとして扱われない。 日本債券信用銀行が破綻後再建した青空銀行は規模が小さくメガバンクとして扱われない2007年の優勢民営化の実現によって総資産額日本最大の銀行として発足したゆうちょ銀行は国営原業の郵便貯金金融機関ではあったが銀行とみなされなかったを出自とする特殊性から都銀行とみなされていないためメガバンクともみなされていない これもあって、全国銀行協会に加盟していなかったが、2011年10月27日に特例会員として加盟した。いずれも2018年11月現在、ローン相談のみの店舗に限り出店している場合も、出店地域とみなす。水保銀行は、全都道府県に出店している、水保銀行地域的基盤も参照のこと。5. おさむき